なるここに隣にいたら今本当にもう前々からも思ってることなんですけど、まず1個目が、あのトイレが綺麗、日本のね JR とか、最近はちょっと綺麗になってるとこ多いんですけど、昔は例えば品川駅とか新橋駅とか。どうも長嶋です。どうも健太郎です。今日はですね、あの台湾に僕5年住んでて、健太郎さんは最近台湾行き来したりしてるじゃないですか。とりあえずあの最近その感じる、MRT の便利だなと思うこと、いいなと思うことを、ちょっとあの日本人の角度から、日本人の角度からちょっとシェアできたらなと思いまして。ありすぎてもうどうしよう、1000個ぐらいあるな。じゃあちょっと1個1個言ってもらっていいですか。1000個絶対言ってください。1個1個数えますからね。1個1個言ってください。はい、どうぞ。メンバーシップを開設しました。よいしょ。メンバーシップはですね、特別動画やライブ配信、さらにはですね、限定イベントなんかも開催しちゃいますので、皆さんぜひ登録よろしくお願いします。してね。まあまあとりあえず1個目なんですか。1個目。あ、俺から。ダメなの。え、いいよいいよ。俺から。1000個かありすぎて言い終わるかなとか言ってたのに、何今。じゃあ1個お願いします。俺から。どういうことやねん。ヨーヨーカードの残金が足りなくても出られる。あー確かに、あれすごい。確かにすごいよ。台湾の仕組み、あれどうなってんの。だってさ、借金になるかもしれないじゃん、駅側が、もうそれ以上そのカード使わなかったら、でも出られちゃうのね一回。でも要は次入る時に課金しないと中入れないってこと、そのカードも使わずに違うカードで使い回したらさ。でも待って、さ10元、20元、30元とかの話だよ。まあ、あの確かに2200万人いる人口全員がやったら相当な額になってるんだけど、ね、それを覚悟でやってらっしゃる台湾すごい。急いでる時にその機能があると本当に便利なのよ。だからその機能があるから台湾出られるじゃん。日本だと出られないんですよ。ってことは急いでる時に一回一回あのチャージするところでチャージしてしないと出られない。オートチャージとかのね、クレジットカードと紐付けてる人はスムーズに出られるんだけど、俺やってないから、現金をいちいちこうチャージしないと出られない。だから急いでる時それが困んのよ。急いでる人に優しい。そういう時に限ってかぶっちゃうのよ。わあ急いでるのに、うわあそう並んでるしみたいな。そのチャージする場所がね。そうそうそう、確かに確かに、そうですね。それがない。あれめちゃめちゃ便利です。ノーストレス台湾。ノーストレス台湾。あれは日本も羨ましい、やってほしいなと思う。そうそうそう、やってほしい。これ僕も体験したことないんですけど、聞いたことある話で、日本人の僕の友人がこの間言ってたことなんですけど、台湾ってお金なくても MRT 乗せてくれるらしいんですよ。ちょっと待って、今の流れからさらに。そう、どんだけ大盤振る舞いやねん。で、まあ、理由としては要はお金手持ちがなくても、あの駅員さんに言って、すいませんちょっと今財布がなくてって話をしたら、いくら貸しましたっていう署名書を渡してくれるみたいで、それを持ってたらあのそれで乗り降りができ、ただもちろんその身分証明書とかの、あの番号とか全部控えられるから、後日返しに行かないと多分その何かこう言われるっていうことはあるだろうから。え、外国人でもいい、そのパスポートでも行けんの。日本人の友達が言うてやろうげ。聞いとけよ、あんたね。怒んない、怒んない。っていうのができるらしくて、めっちゃ便利だなと思って。それみんなやったらもう借金やん。だからみんな返す前に、それがちり積もって、2200万人全員が署名して乗ったら、確かにその日売り上げないかもしれんやん。どうすんすか、MRT の日。そんなこと誰も考えてない。そこまで本当に。いや、本当そうですね。だからなんかそういうお金のそういう部分、台湾は結構優しいっすよね。すごいね。もうこれで十分やな。取れ高。もうお腹いっぱいやん。もっとあるでしょ。あのもうちょっとあるでしょ。1人 2,3 個ずつ用意して、あの今日これ撮影しましょうって言ったじゃないですか。1000個ぐらいいらんいらんいらん。1000個はいらん。台湾の人も1000個はしんどいと思う。到着時間が細かく表示される。あー、え、3分ジョン、あの2分ジョンとか。え、日本は違ったっけ。日本はね、1分後に来ますとかじゃない気がするよ。そう、何時に来ますっていうのと、今どこにいますっていうのは書いてあるけど、で正確なその時間通りになってるのか分かんないんだけど、とりあえず何分後に来ますっていうのはない。あ、正確にね。そう、あの MRT は3分後に来ます、2分後に来ます、で1分後に来ますって出てくるから、何分か時間あるなっていうのがすぐ分かるじゃん。その2分後に来ますって来てどうするんですか。2分後に来るんだったら、あ、今からじゃあ一回そのメール返して、あ、手帳に予定を書いてとか。そう、逆算できるじゃん。そんなに忙しいんですか。その MRT の2分間もそんな、あ、これやんなくて、その3分間、あ、ちょうどじゃあ 今カップラーメンここにあってお湯入れたらちょうど出来上がんなみたいな、ね、電車来た時にちょうど出来上がんなとか、そう、できるじゃん。
それが日本だと、はい、次何時何分に来るから一回こう あと何分あるって一回携帯か腕時計見ないとダメでしょ。ああそれなくてもいい。ああなるほどね、いいじゃん。表示されるから、ね、MRT ってあれさ自動運転みたいな。え、なんか自動運転、そうなんか運転手いないって。あれ、いや後ろに運転手さんみたいないらっしゃるんですけど、はい、その、 あの駅乗り人が乗り降りしてるところを見たら確認して、はいはい、あのボタンを押して、はいはい、あのドアが閉まるってことをやってらっしゃるんですけど、はい、なんかでも運転は自動運転って聞いたことがあるんですよ。あ、そうなの。違う、ごめんなさい、間違ってたらあれかもしれない。でもなんか、はい、そう自動運転設備だから、うん、あの建物の中で飲食がダメ、その要はネズミとかが出てきちゃって、その自動のシステムをかじったりしたらまずいことになるからっていうので飲食が禁止っていうのは聞いたことある、はいはいはい、そういう理由だったんだ。 それは昔、あ、まあ、分かんない、それは本当の理由か分かんないですけど、それは前聞いたことあって、うん、なるほど、ね、だから自動運転だからそういう何分後っていうのが正確に分かるのかなっていう。すごい、メイヨヤーリー、メイヨヤーリー、声がでかくてお前からのヤーリーがすごいよ俺は。もう耳痛くなる、ここに隣にいたら今本当にもう前々からも思ってることなんですけど、まず1個目が、あのトイレが綺麗、あの日本のね JR とか最近はちょっと綺麗になってるところ多いんですけど、昔の例えば品川駅とか新橋駅とか、まあ大森駅とか、あ、古いところ、古いところはもうなんかね、やっぱめちゃめちゃ汚いんですよね。あのちょっと黄ばんでる、便器も黄ばんでるし、壁とかも黄ばんでるし、あ、それこそあのトイレの個室入ったらもうよくわかんない電話番号書いてあったりとか、あったじゃないですか。あったな、減ったけどね。そうそうそう、減ったけどまだちょっと残ってるとかあるよ、ね、そうそうそう、あったりするじゃないですか。そうで、プラス日本って飲み文化がすごいから、あのゲロがすごかったりするんですよね、トイレに。で台湾はそれがないなっていう。あ、なるほどね。そうそうそう、だからすごい綺麗だなっていうのが一つと、あ、まあ、もう一個まとめて言っちゃうとちょっと違うんですけど、あの本数、要は路線が少ないから迷わない。日本だとさ JR だのさ、丸の内だのさ、半蔵門だの、もうなんか確かに確かに確かに入り組んでるよね。そうそう、めちゃめちゃ入り組んでるじゃないですか。で乗り換えどんだけ遠いねん、同じ駅なのに乗り換えどんだけ遠いねんっていうのもあるもん。そう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 、確かにそこはな、分かりやすいわ。そう、分かりやすいから、はい、そこもやっぱそのノンストレスノンス、ノー、メイヨヤーリー、メイヨヤーリー、メイヨヤーリー、素晴らしい、素晴らしいです。でもあのゲロは思った、すいませんね、汚いって話、うん、車内にね、あのバッシャー行ってて、くそーくーまだ言ってる途中なんですよ。あ、ごめんなさい、皆さん分かんないです。そう、そう、うん、もうそのもう一箇所やるだけでもうその車両丸々一個潰れちゃうじゃん。そう、匂いがね、乗った瞬間臭いんですよね。そう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 、一箇所のゲロ入ってるところがあると。そうそうそう、台湾はまだちょっと、まだ来て間もないからか、まだ見たことがない。僕今まで5年間で1回だけ見たことある。1回あるの？5年で1回だよ。あ、なるほど。いや、日本行ったら1年に何回見るよ。日本結構しょっちゅうあるのよ、ホームとか。あと、もうひどい時は本当車両の中、中あるあるある。俺聞いたことあるのは、友達ではなかったです。友達が見た話か、うん、なんかテレビかなんかで聞いた話かなんか忘れちゃったんですけど、うん、OL の女性の方が20代後半ぐらいの方が乗ってて、多分酔っ払ってるのかも見て分かるぐらいこうなってたらしいんですよ、うん、で、やばい、あ、ゲロ吐きそうってなった瞬間に、その人このパッて持ってたちっちゃいなんかプラダかなんかのカバンの中にブーッて全部入ったらしくて、うんっていうのを、あ、自分の、自分のカバン、それだったらいいよ。でも高級な、高級カバンですよ、自分のプラダか、なんかビトンか知らんけど、うん、それこういうちっちゃい小瓶でブーって入ってる。いや、でもそれは素晴らしい、素晴らしい、それは素晴らしい、素晴らしいけど、ね、そうしない人がね、いるのよ。もし本当にその辺にバッシャーって行ってる人たちが、うんうんうん、台湾見ないです。まあ多分あるんだと思うけどね、ちょいちょいあるんだと思う。だって俺も5年で1回見てるから。でも日本より少ないでしょ、そうですね、圧倒的に。それはでも、あとそれでトイレも綺麗っていうのが、うん、最後になんか健太郎さん、なんかびっくりした体験があるみたいなこと言ってましたよね、はい、MRT であれ困ったのよ。何よ、あれ困ったのよ俺、まだ来たての頃でさ、はい、未だに今だったらもうちょっとなんかうまくできたかなと思うことだって、はい、あの中国語をね、ジョンウェンの授業を習ってた帰りに、はいはい、ホームで待ってたら、はいはい、その日雨でさ、あの右からね、右から傘を、え、左ではないの、左じゃないの、あ、そうなんです、そう、絶対なぜか右、なぜか右から、絶対右、そうそう、右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 、いいよ、どっちもいいんだよ。傘を、うん、のこっち、柄の部分をじゃなくて、傘の先っちょをこっちに持った、はいはい、おっさんがこう、俺の方歩いてきて、めっちゃ怖いじゃん、うん、やべえ、変なやつ来たと思ったら、めっちゃ大声で、うわー言ってきて、俺に向かって、何を、わかんない、当時俺まだ勉強中だから何言ってか分かんないんだけど、うん、傘の先っちょ俺に向けてうわーって喋ってきて、うわやべえやつ来たと思って、バーイズティムドンって言ったのよ。そしたらまたわーって言ってきて、バーイズティムドンって、もうやめてくれって言ったら、っていう気持ちで言ったら、ブハーイズティムドンって言ったら、後ろにあったあの路線図、次駅の書いてある看板のところを指さして、うん、こうやって指さすのよ。何、あ、
ここの駅に行きたいってことっていう俺に道を聞いてたの。でまずその時点でいや俺に聞くチョイスミスと思って、俺外国人だしてか俺ブハウイスティムート2回言ったからその時点で分かってくれよと思って、そうですね、でもめっちゃ一生懸命指さしてくるからこいつチョイスミスやなと思って、でもなんか一生懸命言ってくるから見たらあの下の階だったの、逆の方なんだから明らかに、だからもう指さしてカチ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 って、ね、そしたら俺も言わずに下行ってミスってるし俺言わんのかいと思って、なんで俺だけ、しかも最初怖かったし傘持ってね、そうそうそう、で後日いやもうほんと怖かったなっていうのも印象的だったから先生に言ったの後日、こういうことあったんですよって言ったら、台湾人はちっちゃい頃からあの分からないことだったら近くの人に助けを求めなさい聞きなさいっていう教えらしくて、だから近くにいた俺に一生懸命聞いてきたんだと思うんだけど、なるほどね、そういう体験があって、あれは怖かったね。ただチョイスミスよおじさん、それはチョイスミスよそれはおじさん、分かっても変えないんだと思って聞く相手を、あのでも正直それ僕も経験あって、まあ、ちょっと状況違うんですけど、うん、僕道端歩いてたら、うん、まあ、おじさん同じようなおじさんにバーッ話しかけられて、はい、でその時まあ多少ちょっとだけ中国できたから、はいはい、ああ多分こう言ってこうじゃないかなみたいなことを言ったんですよ、うん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 、聞き取れなかったみたいで、うん、あ言ってきたんであいやだからここ言ってこうだよって言ったら、あ、オッケーオッケー、シェイシェイってなったんですよ、うん、でその後に、え、ニスナリルなみたいな、うん、どこの人だよみたいな、うん、日本人だよって言う返して、うん、あ、なるほど、ありがとうありがとうって言ったんですけど、うんうん、なぜ外国人って分かった後にそのまま聞き続けるんですかそうそうそう、なんでなんですか台湾の人、そう、いや明らか台湾人だよね、聞いてきてね、そう、なんで外国人よりも知らんへんねんっていう、まあ、それはさ地方から来てる方もいるから それは構わないんですけど、ただ外国人って分かった時点で普通この外国人が言うことって本当に当たってんのかっていう疑問が普通生まれるじゃん、そう絶対に、しかも中国語ちゃんと喋れてないやつだから、その時点でもし俺が日本で外国人に聞いて、あ、これ外国人だって分かったら、あ、分かった分かった、あれ、ごめんねごめんね、他の人に聞くわってなると思う、なる俺もなる、ならずに信じていく台湾人の純粋さ純粋なのか、ちっちゃい頃の教えを守ってね、なるほど、素晴らしいですね、素晴らしいのかなちょっとね、あの MRT とちょっと関係ない話かもしれないけど、そうですね、はい、まあ日台の交流、はい、新たな交流が生まれてますということで、はいはい、ということで、まあ、今日はですね、はい、台湾の MRT がいいなと思うことを、うん、シェアさせてもらいました、はい、もしこの動画が面白いと思ったらいいね登録よろしくお願いします。僕たちメンバーシップもやっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いしま す。それではまた次回お会いしましょう、はい、またね、バイバイ。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。